ち。反撃開始。言えることはそれだけです。はい。何もお答えできることはありません。さあ、 G1 クライマックス今どうなってんの、星取り。ねえみんな、 G1 クライマックスどうなってんのかな。君たちは何を期待している？ねえ、教えてよ。何に期待してんの？あ、寝配信に決まってんだろ。うん。エアコンを入れて、ゆっくり休んでるだけだよ。うん。はい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 。どうぞどうぞ。ね。はい、次は何ですか？はい。はい、次は何ですか？
さあ次は何に期待ですか？別にさ、僕言ったよね、別にいいんだよね。あの1時半からね、夜中の1時半からね、朝の夕方まで配信してるんだよ。そこに対してね、あの僕はね、あの別にこのアクティブ別にいらないっす。もうどっかもう他のとこ行ってください。どうせ他のとこ行くんだから君たちはね、いいの閲覧50でアベレージ、いいの。僕は僕のペースがあるから、ありますよね。皆さんだってね、配信でね、配信とか人生においてね、いろんなペースがあるとね、いいの。僕は自分のペースでやるから、だから君たちのそのアクビズはいいのよ。どうせいなくなるんだからさ。ね、こうやってね、面白おかしくね、するところに、ね、そこに対してね、なんか言いたいわけでしょ。アクピブだよ。このアクピブ。このよくもわからない、このね、気まぐれな人たち。ヤジウマ。ヤジウマ。アクピブ。ヤジウマでしかないんだよ。君たちは。だから何に対してそんなにマジになってんの？何に対してだよ。何に対してそのマジになってんの？あんたら。いや、こんな感じだよ、お前。直哉？直哉さん？何？なんか文句ある？はい、緑虫くん、こいつ通報してください。この雑魚。緑虫、お前通報だ、お前。気持ち悪い。誹謗中傷。枠嵐。消えろよ、ゴミ。バルス。消えろ！消えろ！言えろよ、ゴミ。間違えました。お前別にいいんだよ、お前別に。なんだお前。ブロックかますぞ、てめえ。雑魚。よくも、いろいろと、やって、くれたね。まあ、そんな感じで、あの、僕、あの、言えることは何もありません。はい。どうぞ、ね、あの、考察だったりとか、どんどんやればいいんじゃないんですか？はい。基本的に、ね、どうせ戻るんだから。ね、本当に毎回だよね。本当にね。ね、こうも嫌われるのかな、みたいな。なんでこんな嫌われんの？俺。
何に対して？家臣くん、ワンライブ入ろう。いや、入れていただけるんですか？入れてくれないでしょ。疲れたなー。はい、出落ち。はい、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 出落ち。はい、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 以上です。特に何もネタはないです。はい、疲れたー。まあ特にネタはないっす。ネタというか、雑談できる元気ないから。うん、どう？楽しい？なんかいいおかず教えてよ。久々にしこるからさ。
久々のしこしこ、いいおかずがないか。まあ、てな感じでね、何も言えないっすけど、はい、この1ヶ月間は何も言えない期間に入りましたんで、まあちょっと中旬ぐらいをちょっとね、まあまあ何も言えないっすけど、はい。うん、あけみさんに関して言えば、これリアルな話、僕のお姉さんです。はい。うん、俺が妊娠させたわけじゃねえからな。うん、言っとくけどくだね。ピン止めで言ってあれだけど、お姉さんだからね。うん、僕のお姉さん。まあそれは別に答えることはないけど、このひらしくんってこれ誰ですか、これ誰なんだ。アラガモララグループ会員ひろし氏、真夜中の弟ですって。これ本物じゃないじゃん。これ本物ですか、これ。あの富士山登ってる方ですか。本物？あ、違うのね。あ、弟なんだ。風呂？今日は銭湯に決まってんじゃん、バカ。うん、銭湯に決まってんじゃん。当たり前じゃん。あらがもならあら、センキュー。いやだけどさ、もうこんなのさ、もう毎回やってらんないからさ、正直。うん。寝ますよ、私は。うん。もうさっき帰ってきました。もう疲れだした。うん。いや、ちょっとね、でもね、本当にすいませんでしたね。今日のね、昨日の配信とね、今日の配信でね、あの、迷惑かけちゃってね、皆様にね、はい。本当にね、すいませんでした。はい。ちょっとね、あの、一つね、心配な点がね、あったんでね、あの、ちょっと、あの、もうね、うん、ちょっと配信どころではなかったっていうところでね、はい。改めて、申し訳ございません。はい。ね、まあその中でね、改めて僕は伝えるんですけど、ですね、基本的に夜中の1時半から4時間感想枠ね、で平和にコメントを読むね、仮想には仮想の良さがある。最近視聴者数と、あの、下までさ、あの、見てるんだけど、別にいいじゃん、別になんだって。うん。ねえ。いいじゃん、別に。うん。だって、俺だって、この間久しぶりにやったけど、閲覧20やったよ。うん。あの、先輩たちが配信したら、負けるに決まってんじゃん。う
ね、まゆさん、中村さん、天然さん、ね、配信回したら、ま、負けるに決まってんじゃん。勝てるわけないじゃん。その中で僕はね、あの皆さんがやらないね、隙間産業をね、配信してるんですよ。ありがとうメガホン。もうさ、あのね、こういうさ、だから俺思うんだけど、本当に君たちのそのよくのわからない正義感、あんたらそんなに偉いのか？ん？あんたらそんな偉いのか？あんたらそんなに偉いの？そんな立派な人生なんすか？立派な人生なんですか？君たちは。立派な人生なんですか？これなんかこれツイキャスみたいじゃん、これツイキャスティングじゃん、これはなやさんね、もうお話しすることないんすよ、もう。何も言えないんす、僕。どうぞ、ネタにしてください。ね、マンスリー上位の方、はなやさん。ね、上位の方、はなやさん。マンスリー上位。ね、きっちり納税してる方。ね。はい。そんな僕のネタなんてね、あの、お金にならないでしょ？ね、花屋さん。僕をネタにしたところでさ、あの、アイテム飛ばないっすよ、本当にこれ。マジで。全然じゃない。これでさ、なんかさ、逆になんかすごいアイテム飛んでいただけたらさ、なんかさ、すごい嬉しいんやけどさ、だってアイテム飛ばないやん。僕で。そうじゃん。だからなんかこれツイキャスもゾーン入ってるよね。なんか。これふわっちだよね。ね、こんな警察とかさ、こんなさ、こんな、今のふわっちのさ、平和なさ、枠でこんなにある？警察逮捕とか。運営さん、あの、この人たち、あの、規律違反してます。はい。人を勝手に犯罪者呼ばわりしています。この人たち、コメントたち。取り締まってくださいよ。取り締まってくださいよ。逆にこの人たちのこの意味のわからないコメントを。ね。ねえ。ね、運営さん、ふわっち、上場企業、ね、ふわっち、運営さん、はい、勝手に虚偽通報、勝手にそういうことをなんかさ、適当に、
カズの暴力。うん。黙れ。ゴミ。今日だけは調子こいてもいいだろ。うん、ゴミ。じゃあなんで、俺が、A 番にならなかったのかな。なんでですかね。喋れることは何もない。人生積みました。37歳、終わりました。終わったそんなにさ、ポリスメンのごとくにさ、ね、何をそんな追い詰めてるんだ、君たちゴミども。なあ、くだらんなあ。ムーネさん、ハートありがとう。まさに、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 ハート。ありがとうね。ふわっち正法多すぎ。確かに。カニカニ。確かに。カニカニ。確かに。カニカニ。水沢るい。確かに。カニカニ。おいいね、二五四。確かに。カニカニ。匿名さん、家臣頑張れよ。ありがとうございます。ああ、でも、水沢るいさん知ってる方いるんだね。うん。徳永さん、ありがとう。ベイビー。はい、
今日はね、何もしてません。はい、何もね、答えることはできません。ただ皆様にお願いがあります。アイテムとかじゃねえんだよ。最高に抜ける動画教えてよ。頼むから。うん。最高にね、気持ちいいね、男諸君にね、最高に抜ける、抜ける、抜ける、最高に射精できる動画を教えてくれよ。ね？うん。お前はジンちゃんか。あれだけね、何？やっぱりその何？ね、性欲にね、何？性欲に対してあれだけね、素直にね、射精できたら嬉しいもんですね。はい。それができない僕ですけど、ファンザの無料。で、あれ、ファンザってあれ、有料じゃない？めっちゃ有料じゃん。いや、俺の姿って結構ないじゃん。でさ、なんでさ、別にいいんだけどさ、もっとなんかいないの？なんか、浜崎あゆみとか、ガッキーとか、倖田來未とか、長澤まさみとか、戸田恵梨香とか。あんたら、芸能もわかんないの？ねえ。芸能もわかんないんですか？え？ホストもあかん、配信もあかん、コラボしてもあかん、フリートークもあかん。お前が何ができんの？はい、一人語り。はい。一人語り。ね。雑談、企画、すべてにおいてゴミ。わかっていますよ。客観的に分析、ね。してますよ。つまらんすよ。僕の枠なんて。ね？つまらんよ。はい、NG ワード。なんとか抱いてやれ。あっちが嫌がるだろ、お前。何？キャスのアーカイブまで見ているわけ。随分と、熱心な、調査班が、いるみたいだね。お前、二重の、ほんまに無駄遣いよな。何を言ってるんですか、花屋さん。てか僕なんかしました。初めてコラボした時特に何もなかったですよね。一体何なんですか一体。何なの。別に喧嘩するつもりはないです。なんすか二重がなんかって。そんなに
やったら真摯に受け止めて区役所行ってこいよ。ノーコメント。歯抜け巻き舌グループ帰れ。なんでそんなこと言わなきゃいけないの君。誰に対してだよ君。ああ、はい、柿立さん、はい、君はもう、あれです。どんどんネタにしてください。ね。答えられることは何もありません、柿立さん。なんか、柿立さんなんかあれだよね。なんか、変わっちゃったね。変わっちゃったね。柿立さん。もっとクリーンじゃなかったっけ？最近の柿立さん。で、人を犯罪者呼ばわりしましたよね。で、出どころは？出どころは？出てきた？もらってるソース、はいはい、それがどうしたんですか、それが。じゃ出してくださいよ、今すぐ。ほんのやぞ、出してくださいよ。ほら、出して、出して、ほら出しなよ。昨日も今日も出してたけど。え、でどういう、じゃ今すぐ出してくださいよ。うん、ね、夜やるからそん時コラボ撮るよ。あ、僕寝てます。夜中の1時半、寝てます。これからオナニーして寝るの。あ、うん、これからオナニーして寝るよ。たださ、よくもやってくれたな、おい。よくもやってくれたな、え？よくもやってくれたな、おい。おい、よくもやってくれたな、おい。やばれー、なんでもこらねえ、あらてめえ、これ、おい。よくやってくれたなぁ、おい。これなんとも出てこなかったら、てめえ、どう責任取ってくるんだよ、おい。こら、唾飛んじゃったけどよ、お前。どう責任取んだよ、マジで、これ。おい。あ、これ出てこなかったね。おい、これなんも出てこなかったらよ、どう責任取ってくるんだよ。おるで、
どう責任取ってくれんだよ。どう責任取ってくれんだよ。配信で何やってもいいのか。何やってもいいんか。何をやってもいいのか。おい。何をやってもいいのか。おい。おい、何をやってもいいのかよ。おい。おい、てめえ。クソが。おい。おい、何やってもいいのかよ。配信でよ。すいません。無料アイテム。コンテニーコイン。お茶。スター、なんとか、スタービー、お願いします。すいません。無料アイテムのお茶お願いします。無料お茶。コンテニーコイン。コンテニーコインお願いします。コンテニーコインお願いします。ね。お願いします。コンテニーコインお願いします。無料お願いします。無料お願いします。コンテニーコインお願いします。コンテニーコイン。ね。うん。ね、お茶ね、なんかない?コンテニーコインお願いします。うん。延長できないから、コンテニーコイン、お願いしますよ。無料アイテムないんですか?無料アイテム。無料ないんですか?あ、無料アイテム、あ、こっちだって。レボリューションはレボリューション。それ!ここ、地球。それ、ここ、ジャパン。それ、ここ、ゴミ。あ、それ、レボリューション。ゲッタン、タランタランタンタランタランタン、タラタン、タランタンタランタンタランタンタン、あなた、キャー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 、僕だ、キャー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 、演奏どうぞ、ありがとう。おー、グータンラン、タンタランタ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 ン、タランタン、タン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 、私、悲しみでも、ごめんごめん、あれでずっと、金票、エンカンブ、サンキュー、おしゃれくないっす。元気 ?26 歳、ピチピチ、男子。え?TikTok? ルームシャンブルズガンマナイフ、ルームシャンブルズガンマナイフ、お茶箱お願いしまーす。お茶箱お願いしまーす。はい、なんでもとつまち。なんでもとつまちでーす。はい、誰か上がってくださーい。なんでもとつまち。はい、はい、はい、はい。ルーム、シャンブルス、ガンマ、ナイフ。ルーム、シャンブルス、ガンマ、ナイフ。あ、無料お茶ありがとう。うん。まあ、今日だけだからさ。うん。まあ、いいんじゃない?どうせ、飽きられるんだからさ。すぐ。ね。これ何これちょっとマジ。これツイキャスやん、これ。はい。なおや、一個だけ聞いていい?はい。なんでしょう?はい。特に何も影響ございませんが、何か。はい。うんうん。何ですか?人生終わりです。終わり。アンダーアワーの服、記念パネル写真撮った理由教えて。いや、それしかなかったから。もうそれ、いつの話をしてるんですか?それしかなかったですから。
アンダーバさん、いや、いいっすよ。僕は花屋さんと喋ってもどうせ負けるに決まってんだから、口で勝てるわけないじゃん。そんな。いいです。で、何ですか、かきたつさん。まあだけどまあ今日でピークはもう終わったから、もうね、こうやってね、もうネタないよ。申し訳ないけど、どうせ君たちはすぐいなくなっちゃうんだから。そうでしょ？このアクティブ、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 アクティブの人たちどうせいなくなっちゃうんでしょ？どうせすぐ消えるんでしょ？わかっているよ。いるの？この中でも、このゴミを、許してくれる人、いるの？久しぶりの配信ですね。はい。匿名さん、ありがとう。あ、それ、お姉ちゃんね、俺。お姉ちゃんね。お姉ちゃんだよ。別にピン止めしてるから別にさ、ね、だって別にお姉ちゃんなの、ピン止めしてて何が悪いの？どこで行ったよ、マジで。アンダーバーさん、ブロックしちゃっていいよ、こいつら。あれだから、どうせ、ね、雑魚だから。せや。ゴミ。まあ、今日だけ調子に乗らしてよ。もうどうせ終わるんだから、俺は終わっちゃうみたいかな。どうなっちゃうのかな。それはもちろんトランキーロ、焦るなよカブロン。で、何その、なんかさ、パルパルさんの話やと、なんか裏に、ね、天然ストレートさんが、なんかあれなの？昨日天然ストレートさん、あの後どうしたんすか？あれ、僕ん家来て。昨日なんであの状況で僕の家あれなんすか？どうしたんすか？天然ストレートさん。配信外では絶対電話しません。電話出てくれません。まあ、ただ僕は、ね、もう、札垂れはしません。真っ向から、ね、受け止めます。真っ向から。だけど、言えることと言えないことが出てくるわけだから、そこはご了承お願いしますよ、天然さん。
いや大好きだよ、大好きだけどさ、だけどなんでじゃあパルパルさんがさね、裏で天然さんがね絡んでるかもよって、あれなんですか、あれ前振りですか。いや、ま、パルパルさん途中で笑わないでよ、こっち真剣なのにさ。カジン君面白い。ごめんね。あの笑わないでくださいよ、僕あの真面目にさ話してんのにさ、いやごめんねちょっと笑えるからさ、いや面白いみたいな、カジン君みたいな、いやさやめてくださいよマジで。うん、ツイキャスティングで昔コラボ上がったんだよ昔、うん、めっちゃ優しい方やん、うん、去年のオーディションの時もあったけどさ、スパークの時も見たけどさ、うん、どうやったらあんな風になれんだよ。え？で僕が冗談でさ、パルパルさんで彼女いないっすよねって言ったらさ、いやいるよ、夢があるよ配信って。なんなんすか一体。昔この時間定時でしたよね、ツイキャスティング。まあでもまあまあ炎上ニュースってことですよね。ありがとうございます。うん、会いたいよ、パルパルさん。会いたいよ。会いたいです。会いたいよ。はい、今から家行っていい？はい、警察呼びます。柿田くん。君は敵だ。うん。警察呼ぶから来れば？来れるの？住所送るよ。うん、来れる？うん、呼ぶよ、警察。来る？柿田さん。また企画呼んでくださいよ。うん。柿田さん。はい、来る？フットワーク大事だよ。来る？おいでよ。おい、おい、かきたつ、さん。てめえのボス連れてこい、てめえのボス。うん。てめえのボス連れてこいよ、てめえのボスよ。うん。てめえのボス連れてくか、ボス、てめえのボスだよ。かきたつさんのボスって言えば誰だ？誰だよ、柿田さんのボスってよ。誰だよ。あ、モンジョリさんですか。じゃあモンジョリさんお願いしますよ。うん、モンジョリさんお願いしますよ。ちょ、連れてきてくださいよ、ボス連れてきてくださいよ。一回も使ったことねえんだよこっちはよ。チートはよ、生理的に無理っていうことで。え？おい。ひよこんくん、ありがとう。俺はもう終わりだ。グッバイ。頑張れ、ひよこん。もう俺は、もうこれが、もう最大の、な、最大のチートだぜ、俺のよ。命をかけた、命をかけた、チートや、これな。うん。いや、こんなのね、アクティブだから、どうせね、結局戻るんだよ。うん、ネタがなくなったなって思ったら、ね、どうせ戻るの。ね、50行っていいの。うん。分かってるから、自分でも。うん。カシンくん、とりあえず、落ち着くんや。ありがとう。今すぐ行くから、住所 DM しろよ。DM してくださいだろ。おい。書き立つ。そう。別にあなたと別に喧嘩する必要ないから別にさ、うん、もう勘弁してよ、うん、
勘弁してよ。だけど人を犯罪者呼ばわりしたんですよ、この人は。伊藤ですね、犯罪者呼ばわりしたんですよ、柿立さんが。こいつは犯罪者です。こいつは捕まるべきですって。お前、動画残ってるよな。お前、公開しろよ、てめえ、これ。DM しません。お家泊まり来ないんだね。いや行きます。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。今ね、僕が行っちゃっても下手に荒れちゃうから。ダサいとか言わないでくれる？まあこれイベントじゃないから、これ別に配信でもいいでしょこれ。疲れたよもう今日。疲れたよ。だこの人たち、マジで。大した感じだよ、本当に。
あ、でも警察が好きなんだね。ああ。もうさ、いいよもう。はあ、すごいよね。でもそうやってね、何、何でも何でもあの犯罪に結びつけるのがね、マジで、寒い。
君たちはもう何なの？もう俺も疲れた。あのね、君たちはね、本当にね、
何も分かってない。何も分かってない。君たちは何も分かっていない。君たちは何も分かってないかな。ああ。教えません。